はっきり僕は言いたいと思います。上津選手の声を聞きたかった。さあハイライトいきましょう。沖縄設計センターの皆様入られていますかね。野島 T リーグ7年目のシーズン2024-25、今日は那覇市民会館琉球アスティーダ金沢ポート両チームの開幕戦。まずファーストマッチダブルス、琉球アスティーダ篠塚上津ペア、そして金沢ポートはチャン・ウジン松平コーチです。最初のゲームはチャン・ウジン松平がいいコンビネーションで取ったんですけれども、これは第1ゲームですね。第2ゲーム以降はさっき言いましたけども T リーグ初勝利、沖縄唯一の T リーガー上津が素晴らしいゲームでした。はい、上津選手2ゲーム目から素晴らしいパフォーマンス、この最後のチキータもね、気持ちこもったプレー見せてくれました。いい笑顔です。逆転で篠塚上津ペアが最初のゲームを取りました。大学マッチからはシングルス、パリオリンピック後最初のゲームとなった張本、五十嵐文也に対して、ああ、これが世界の卓球だ、パリを経験してさらに止まり大人になった張本の姿があります。張本選手強かったですね。まあ、今あのいいプレー、攻撃的なプレー出てますけど、それ以外のあのミスの少ない高いコース、本当にイージーなミスがなくて、あの安定感感じました。素晴らしかったです。こういう力感をこう抑えたプレーというのも張本が少しずつ身につけていくと、さらに張本のギアだったり試合のバリエーションの幅が広がっていきそう。少しこの4年間の張本の成長が楽しみになるようなパリオリンピックス終わった最初のゲームでした。そしてゲームカウント2対0、琉球アスティーダリードでサードマッチ、吉村真晴とチャン・ウジン。ここは金沢ポートの今シーズンの楽しさをこう膨らませてくれるようなチャン・ウジンの、そんなゲームだったんではないでしょうか。はい、チャン・ウジン選手ダブルスでは惜しくも負けてしまったんですけども、強かったですね。吉村真晴選手もあのいい接戦したんだけど、最後はチャン・ウジン選手の強さが光ったという、あ、最後ガッツポーズいいですね。いいプレーでした、チャン・ウジン選手。流れを渡さなかったチャン・ウジン。チャン・ウジンが取ってゲームカウント、マッチカウント2対1、ビクトリーに持ち込みたい金沢ポート田中優太と琉球アスティーダ、ダブルス勝利を収めている篠塚大人。ダブルスではあまり乗っていなかった篠塚でしたが、シングルスのゲームでは、まあ、やっぱりこれもオリンピックの経験からか素晴らしいプレーを見せてくれました。はい、篠塚選手良かったですね。2ゲーム目は田中選手のプレーが良かったんですけども、3、4ゲーム接戦なんですけど、最後はきっちり引き離すオリンピアンの実力を見せてくれたと思います。このあたりもゲームの流れを渡さなかった篠塚のこの強さというのが現れたフォースマッチということで、結果ゲームカウント3対1、第4マッチは篠塚が取って、ご覧のようにマッチカウント3対1、マッチカウント3対1、琉球アスティーダが。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。それではバイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。それではバイバイ。